知りませんよ。相方とは随分顔を合わせていないし、僕ももうピンでやらせてもらってるんで。事実、どんどこどんは2007年以来コンビとしての活動を休止しており、事実上の解散状態にあった。おはようございます。おはようございます。実は虹色シーン2020年の3月いっぱいで終了が決まっちゃいました。芸能界で干されたタレントといえば、あなたは誰を思い浮かべるだろうか。干されるには何かしらの原因があるものだが、中にはよくわからないまま姿を消したものもいる。本日取り上げるグッサンこと山口智充氏もその一人だ。グッサンは平畑啓二とのコンビどんどこどんのボケ担当として1994年から活躍。二人ともサラリーマンを経て20代中盤からのチャレンジだった。今からでも遅ない。ほんまにやりたいことやろうや。そやな。はじめは結婚式の司会といったイベントバイトで食いつないでいたが、素人名人会での優勝を機に上京、東京吉本入り。99年には爆笑オンエアバトル初代チャンピオンに輝くなど、着実に頭角を現していった。おお、お前ら頑張ってんな。ありがとうございます。山口にレギュラー決まったで。さんまさんの番組や。ほんまですか。このアカシアマンション物語への出演がグッサンの転機になった。ガルシア、ガルシア、僕の名はガルシア。芸達者なラテン歌手ガルシアが話題となり、知名度は全国区に。コンビ格差が如実になっていく日々。しかしコンビとしての勢いが衰えていたわけではない。第1回 M1 グランプリの決勝に進出するなど、どんどこどんというコンビは依然実力派だった。ただグッサンがピンで活動する方が多かったのは間違いなく、2人の心が徐々に離れていったのは想像に難くない。なあ、今度の新番組の企画、誰かいい芸人さんいないかな。だったら山口さんどうですか。モノマネとか声帯模写とか多彩な芸持ってるし。おお、そうだな。ちょっと声かけてみて。徐々に引っ張りだこになっていくグッサン。2002年4月には笑っていいとものレギュラー出演が決まり、一流芸能人として仲間入り。2000年から出演していたワンナイロックンロールでは宮迫博之氏とタッグを組み、ミュージシャンとしてもデビュー。ペータンペータンペータペータン。もともとはミュージシャンを目指していたグッサンの音楽力は文句なしに高かった。2004年のサードシングル「すべてが僕の力になる」はなんとオリコン初登場1位を記録。多才ゆえに役者としても開花し、「世にも奇妙な物語」や「木更津キャッツアイ」「匿名リサーチ 2000X2」などにも出演。そして近藤さん、NHK 大河ドラマ「新選組」では長倉新八という大役を演じた。おい、喋れ。ダメだよこいつ、うんともすんとも言わねえ。俺の悪口言わせんだろ。状況が間に合わなかったんですよね。ああ、そうだ、山口さん。アホ、お前死ぬで、死ぬで。おお、この声真似はそのまま放送された。なんともグッサンらしいエピソードである。グッサンの人気は衰えることを知らず、その後も様々な番組に出演。中でもダウンタウンが司会を務めるリンカーンは、グッサン以外にも豪華メンバーが顔を揃え話題を呼んだ。私が個人的に好きだった回はこれ。どこであっても必ず放送禁止になってしまうモノマネ。ミスター・ビーンのクッキー。アホやこいつ。結局放送できひんのになんでやんねん。この場が楽しければそれでいいかなって。いいじゃないか。下ネタでも面白いものは面白い。さて、爆笑をかっさらっていったグッサンだが、2009年番組から突然姿を消してしまった。ねえ、どうしてグッサンってリンカーンを降りちゃったのかな。そんなの俺が知るわけないだろ。けど噂によればダウンタウンとソリが合わなかったみたいだな。ああ、グッサンってなんか自由そうだもんね。でもあれだけのメンバーだから経費削減説って説もあるみたいだぜ。グッサンがリンカーンを降板？はい、
私もしばらくお会いしていないからよく存じ上げないのですが、平畑さん何かご存知だったりします？知りませんよ。相方とは随分顔を合わせていないし、僕ももうピンでやらせてもらってるんで。事実、どんどこどんは2007年以来コンビとしての活動を休止しており、事実上の解散状態にあった。またどんどこどんの不仲は有名で、芸人仲間が笑いにすら転化できないレベルにあったようだ。おはようございます。おはようございます。実は虹色シーン2020年の3月いっぱいで終了が決まっちゃいました。申し訳ありません。山口さんには本当に番組を盛り上げていただいたのですが。改変期だから仕方ないですよ。それに番組終了は何度も経験していますから。でもうちと収録日が被るって理由でリンカーンまで降りていただいたのに。虹色シーンは生放送ですから当然ですよ。ダウンタウンさんも理解してくださっていると思います。このようにグッサンがリンカーンを降板したのはスケジュール調整のためであって、ダウンタウンと不仲だからではなかった。お前適当なこと言ってんじゃねえぞ。だってまことしやかにささやかれたじゃんか。おはようございます。おはようございます。なんやその顔。あ、昨日のネットニュース見たな。そう、全国区のレギュラー全部なくなってもうたわ。心配してくれんでもええて。地方局での仕事はあるし、 CM 家庭いただいてる。バイクとかサウナとか趣味も忙しいし、あとライブの全国ツアー企画もあるしな。毎日楽しいで。全国区のレギュラーがなくてもグッサンにはどこ吹く風。2021年にダウンタウンナウに出演し、現在の心境を聞かれた時は、不安とかは全くないですね。自分を楽しめる道の一つがたまたま芸能界だっただけですからね、などと発言している。楽しかったらそれでいい。ミスター・ビーンのクッキーを演じていたあの頃のグッサンのままである。ナレーターさんさん、結局全国区でのレギュラーがなくなった理由がよくわかんねえんだけど。それは同じくダウンタウンナウやその後に出演したタカトシのジンギスダンでこのように語っている。今のテレビってめっちゃすごい人たちが出てるのに、生かされていない番組が多いと思うんですよね。芸人がめっちゃ面白いこと言ってんのに、番宣で来てる俳優陣の発言だけオンエアされてたり、ひな壇でたくさんの芸人と一緒にトークするスタイルも僕は苦手なんですよ。グッサンがフィーチャーされないじゃないですか。レギュラー10本より自分を出せる楽しい番組1本を重視するという考えのようだ。つまり干されたっていうよりグッサンが仕事を選んだ結果ってことだったんだね。そういうこと。分かったらこいつ連れて帰ってくれる？以上がグッサンこと山口智光氏をテレビで見かけなくなった真相だ。実際には現役バリバリで活躍しているので、ファンの方は安心してほしい。なお相方の平畑氏との接点はやはりなく、もう活動することはないと吉本側にも伝えているそうだ。個人的には二人でまたネタをやる姿を見たいのだが、すでに別々の道を歩んで久しいので期待薄だろう。明日の話題は見つかりましたか？まだ見つかってないという人は他の動画も見に行った方がいいですね。目立った芸を持たない芸能人が多い中、グッサンは紛れもなく芸能人だったと思います。彼のポテンシャルが存分に発揮できる世界がまた来るといいですね。最後まで見てくれたあなたが大好きです。ナレーションはマイでした。それでは。